皆様こんにちは、山芋です。アースデーのイベントおめでとうございます。まずは1個目のどんぐり30億本達成ということで、運営さんは大きな苗の写真を貼ってたんですけども、サプライズで金の苗がもらえちゃったということですね。一応運営さんからは大きな苗が間違いだったんですって言ってますね。私はてっきりアルカスイベントかと思っていたのですが、そうではなく金の苗がね達成したらもらえて、まあ、すぐ生まれるよっていうやつでしたね。で、私思ったんですよ。ここにいるどんぐりたち、ちゃんとどんぐりたちを見たことがなかったなと思って、まあ、これを機にねどんぐりの動画にしようと思って AR でもしっかり見ていきたいと思います。まず私がもらったこの金の苗、こちらの方を生まれさせたいと思います。はい、音でわかったと思います。出てきたのは岩でございました。私のアースデーのピクミンは、はい、岩です。しかもですね、この子工場でしたね工場生まれのどんぐりだった。これはこれでレアですね。都会の工場のどんぐり、全部で40匹はいないんですけども、そこそこどんぐりがいました。ちょっとね、こんなにじっくりは観察してなかったかな。結構ねリアル感があるんですよね、で AR はどんぐり結構やるんですよね。なぜなら自然物なんで自然と生えるんですよね。結構家でガーデニングとかねするときに横にどんぐりいるのね、 AR の子置くとなんかめっちゃ可愛いんですよね。この模様、このなんだろう、ピタってなってるよね。卵とかと違ってこう体にすごい密着してるんですよ。わかる？これがね尊いんですよ。で、気づいた方いるかもしれないんですけど、めっちゃアップで見たら反射してるんですよ、どんぐりって。でこの反射がカレーとかプレゼントシールみたいに背景が多分一緒なんで、これ謎のベッド、噂のね謎のベッドが映ってると思うんですよね。私なんか作りかけてた動画がこの背景に映ってるやつ、なんか謎のホテルじゃないみたいなのを作ってたんだけど、ちょっと信憑性もちょっとあれだから途中でやめちゃったんだけど、多分ねほら同じなんだよね。めっちゃ反射してるでしょ。あ、羽も可愛いめっちゃ可愛い。まあ、って言ってもね、もうこの動きとか中に反射してるやつとかはアップデートで変わる可能性があるので、2024年の4月現在をね今記録として残してます。可愛い。このドームの上のところね、寝っ転がってるの可愛い。黄色のこの割れ具合がいいんですよね。ちょっとお花で見えない。羽もこのモコッとしてるのがすっごい気になるんですけど、岩はねもう完全にお帽子化してますからね、可愛い。尖ってるのも新鮮さが出てますからわかる？なんかこうキュウリが尖ってるの美味しいみたいな感じで、こうどんぐりのこう尖ってるのがなんかこう新鮮な感じがしてすごい好きなんですよね。わかる人います？顎のところ、いや、もうピタッてひっついてるね。はい、ちょっとここで音をちょっと見ていきたいと思います。岩とかあと赤とかあとは音がねちょっと違ったりするので、ちょっとね記録に残しておこうかなと思います。しっかり音出してゲームすると面白いですよね。で、この後私モーションを見ていきます。ピクミンのモーションでみんな一緒なんだけど、もしかしたらねいつか変わるかもしれないので、記録としてね残しておきます。はい、可愛いですね。はい、ということでここで私のお話は終わりたいと思います。またねこういった常駐のね最初からいるピクミンたちのモーションとかもっとアップでね見ていきたいなと思います。ちなみに砂浜は別でねちょっと動画にしてるんで、よかったら砂浜チェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。
I don't need no one to say you're complicated. Cause I knew from the start this might be overrated.